回は麦畑渡る風の歌の作曲者堀田陽一さんにお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。これまであのティーダーで出させてもらった曲ってコントレールとあの海原の声両方なんか冒険系のこうリズミックな曲だったんですけど、今回歌うような曲でこのようななんか歌うような曲書こうと思われたきっかけとかってあったんですか？前作前々作と、うん、まあ、2曲金管バンドの曲を書かせていただいて、うん、まあ、金管のバンドのこうハーモニーの響きとか、うん、それに乗って歌 う, こうメロディーとか、うん、すごいそういったものはすごく綺麗だなと改めて感じて、こうやっぱ金管っていうとこう元気で、あ、はいはいはい、あの冒険系でずっと勝手に思ってたんですけど、やっぱこうハーモニーの美しさとかっていうのはすごくなんか、うん、今まで撮った中ですごく感じて、うん、ぜひあの今回はそういうのを生かした曲にしたいなと思ってこの曲を書きました、うん、なんか本当に歌いたくなるようなメロディーで、そう聞いててもなんかちょっと歌曲っぽいなみたいな印象も抱きました、うんうんうん、はい、じゃあこの曲、麦畑渡る風の歌を演奏される皆さんに一言メッセージをお願いします。はい、やっぱまずはこうハーモニーを味わって演奏していただきたいなというのと、うん、結構フレーズも息の長いフレーズを書いたので、うん、そのフレーズも味わって、うん、演奏していただければなと思います、はい、あと、まあ、麦畑渡る風の歌なので、うん、やっぱこう穏やかな風もあれば、こう突風みたいな風も、途中にそんな場面も、はい、なのでいろんなこう風の場面を想像しながら吹いてくれると嬉しいなと思います、はい、はい、ということで堀田陽一さんにお話を伺いました。ありがとうございました、はい、ありがとうございます。